こういうソースでもいきます。それは何かというとパンがちゃんと吸ってくれるので、その違いは大きいと思います。まあ、従来のそのベーグルはボイルするっていうのが定番ですけども、蒸気だけで焼き上げるタイプのものなんですけども、クルミと全粒粉が入っていることによって、まあ、フルーツも合いますし、チーズなども合いますし、ポイントとしてはちょっとこう高めのコシ高な感じのベーグルにはなるんですけど、そのボイルしない分こう歯切りはいい。要はベーグルってボイルするのがベーグルだっていうふうに思ってる人はほとんどだと思うんですよ。多分皆さん経験があると思うんですけど、ボイルが強すぎるやつっていうのはサンドイッチされてもね、意外とその具材が上手に食べれないんだよね。引きがどうしても強い。で、一応これで上がりです。この圧縮するときによくさ、こうやってやるじゃない、こうやってこっちを押さえて、これだと細かくなっちゃうんですよ。だから圧縮するときに、じゃあいきますね。で、これくるみが入ってるので、あんまりこうバンバンやるとこうグルテンこう貫通してきちゃうので、要はなるべくここをこう同じ幅にしたいっていう、折ってあげて、こういうちょっとこう凹凸感のあるこういう食感を出すタイプの、状態にして、でこれはそれに、でこれにごまをつけてからこうカットするソレイユの、じゃあこれでまずちょっと一回入れてみようと思います。これうまいですね。くるみが後から来ます。まずベーグルっていうとやっぱ茹でるのが一般的な中で、茹でないっていうところに一番のポイントがあったんですけども、で食べた時になるほどっていう、やっぱ皆さん思ってることは、やっぱベーグルって美味しいは美味しいけど、やっぱりこう食べづらいよねっていうところがある中で、でもこうするとすごい食べやすいんだっていう部分っていうのを認識していただけた、そんな感じがします。